みんな旅してる？どうもしげです。ベルギーブリュッセル、ビールワッフル、チョコフリット。それではスタート。5カ国目、ベルギーブリュッセルの中央駅に到着。宿まで10分ぐらいなのでのんびり歩いていきたいと思います。いきなりブリュッセル一番の見せ場、グランプラス到着。石畳の広場がぐるーっとヨーロッパ調の豪華な建物に囲まれています。すごい広場だ。素晴らしい建物はタウンホール、ブリュッセルの市庁舎だということです。とにかくゴージャスな広場って感じですね。携帯はブリュッセルもドコモのアハモが問題なくつながってます。今回の宿ありました、ラトロープグランドプレイス。チェックインしました。今回は6人相部屋、めちゃくちゃ綺麗な部屋だ。枕元にコンセントと明かりもついてて快適に寝れそう。部屋の中にある共用の洗面所、おしゃれ。共用のトイレも部屋の中に1個あります。同じくシャワーも部屋の中に1個。タイミング被ると大変そう。1階はテーブルがたくさんあるのでここで作業してきます。Wi-Fi はだいぶか弱いですが、とりあえず作業頑張ります。編集終わったから軽く飲み行きたいんだけど、久しぶりにめっちゃ雨降っとる。少し弱まったので飯食いに行きます。今日めっちゃ寒い。なんかベルギーってフライドポテト発祥の国らしくて、こっちではフリットと呼ばれててめっちゃうまいらしいから、フリットランド行ってみよう。見てこれ、サイズ伝わってる。めちゃくちゃでけえわ。ポテト自体は外はサクッと中はホクホクで、ほんのり甘みもあって美味しい。ソース1ユーロでかけられて、一番おすすめだという一番上のアンダロースかけてもらいました。ケチャップとマヨネーズが混ざったオーロラソースみたいな感じかな。ほんの少しだけスパイシー。ここではビール売ってなかったので宿に帰ってビール飲みながら食いたいと思います。ベルギーのモストポピュラービールだというステラ買ってきました。250ミリ。結構コクとキレがある。うまいね。2杯目はトリプルカーミネット。フルーティーな香りで甘めの味なんだけど、すげえガツンとくんだよね。ガツンとくるなと思ったらアルコール 8.4% なんだ。ストロング感みてえじゃん。おはようございます。腹減った、昼飯食いに行きます。今日も�涼しめで18度。日本が猛暑なのとは正反対ですね。 Google マップでレビューの良かったセストボンセストベルジ行ってみましょう。軽く一杯。ベルギーで最もポピュラーなピルスナーだというジュピラー。あっさりめの味だけどキレと喉越しが良くてうまいね。カーボナードというベルギー名物のビールで煮込んだビーフシチュー来ました。味付けはちょっと甘めのビーフシチューって感じかな。ホロホロっと崩れるように柔らかくビーフが煮込まれてて、シチューって言ってもスプーンがない通り、もうほぼ全部肉なんだよね。ホクホクした芋の味をガツンと感じるポテトに乗せてくのもまたうまいね。
うまかった。食後のデザートにベルギーといえばワッフル食いに行く。ということで、ワッフルの有名店メゾンダンドは、ベルギーのワッフルはブリュッセル風とリエージュ風があるらしいです。今回はブリュッセル風のワッフル、チョコレートとイチゴのトッピングにしました。すごい軽くてあっさりしてて、トッピングのチョコと特にイチゴの味がガツンとくるね。さすがにワッフルだけだと甘すぎるのでエスプレッソも頼みました。青空の下テラスで食うの気持ちいいね。腹ごしらえも済んだし、今日はブリュッセルをブラッとします。昨日も来たグランプラスは世界遺産にも登録され、世界一美しい広場とも言われているんだって。周囲はぐるっと中世の建物に囲まれており、観客席っぽいのが設置されちゃってるけど、これがなかったらもっと美しいかもね。ブリュッセルからチャンネル登録よろしくね。続いては世界三大がっかりスポットの一つと言われるションベン小僧。世界中にあるションベン小僧の始まりと言われてるんだって。その他のがっかりスポットはシンガポールのマーライオンとコペンハーゲンの人魚姫像。ちなみにいろんな種類の衣装を持っていて、日によって着るものが変わるそうです。グランプラス周辺は昔ながらの街並みで、歩いてるだけでも楽しいね。続いて芸術の丘にやってきました。周辺には美術館や博物館が集まるエリアだということです。わお、よく整備された美しい庭園が広がってる。上から見てみよう。美しい並木や噴水、ベンチなどゆっくりできるところですね。上から見ると美しい、綺麗に整備されてますね。芸術の丘を上がっていくと有名な美術館、博物館がいくつかあるそうです。この上まで登り切ったところからの景色がとても綺麗だ。こちらはベルギー出身の画家マグリットの美術館。すぐ近くには立派な王立美術館もあります。2つの美術館の目の前にある王立広場、この裏が王宮になってるらしいんだけど、覗けるかな。行ってみよう。見れました。これがブリュッセル王宮、立派だな。ベルギー国王や王妃ももしかしたらこの中にいらっしゃるかもしれないですね。庭園も綺麗に整備されて素晴らしい王宮です。続いては王宮の目の前にあるブリュッセル公園行ってみよう。いやー、これまた広いね。奥にでっかい噴水が見えるな。公園内にはカフェバーもいくつかあって休憩もできるっぽいですね。緑の並木道が気持ちいい。ベンチでぼーっとするのもありだね。ドデカ噴水ありました。めちゃくちゃシンプル。周りに装飾とかなんもないね。公園を抜けた先はベルギーの議会のようです。続いてやってきたのはサンミシェル大聖堂。中無料で入れたんだけど、天井高くて素晴らしい空間でした。横から見ると分かるように奥行きもかなりある立派な大聖堂でした。続いてはヨーロッパ最古のアーケード、ギャルリ・サンティベール。おお、これは透明な天井が高くて素晴らしいね。高そうなお店がびっしり入ってますね。これはチョコレートショップですね。見事なディスプレイだな。アーケードは2本連なって並んでいるようです。これだけ美しいアーケードってなかなかない気がするね。アーケードを通り抜けるとすごく賑やかな広場に出ました。めぼしいところは回ったかなということで、宿で少し休みます。作業しやすくてほんといい空間。 Wi-Fi が遅いね以外完璧だわ。さて、もう8時過ぎたので飲みに行きますか。実はベルギーはムール貝が超名物らしいので、ムール貝の超有名店レオンにやってきました。まずビール何にしようかな。あんまり知ってるベルギービールないな。
1杯目はグリムバージェンブルーンっていう茶色いビール。見た目の色と裏腹にほんのり香ばしい香りしつつフルーティーで飲みやすい。晴れてて気持ちいい気候なのでお決まりのテラス席でいただきます。ムール貝はこれですね、一番上のスペシャルがスタンダードなやつかな。トラディショナルなムール貝の白ワインにすごい量を一人で食います。もちろんお決まりのフリット、フライドポテトもついてます。しっかり味がついててうまい。酒が進む味だね。顔を出したそこに溜まった汁にたっぷりつけたフライドポテトがうめんだ。白ワイン蒸しといえば2杯目は白ワイン。ラスト1個。The last. Yes. くった意外と食えたね。ごちそうさまでした。近くにあるデリリウムがビールの品揃えやばいらしいので行ってみよう。おお、ビアタップがめちゃくちゃいっぱいあるね。軽くブラーっと回ったらこの通りの店全部デリリウムっぽい。すげえ規模だな。タップビアのメニューが上に書いてあるんだけど銘柄見ても全然わからんわ。ジャックスプレシャス IPA っていうのを250ミリにしてみました。IPA のフルーティーな香りと程よい苦味、そして夜でもこんなに明るい路上で飲むビールがうまいね。10時だけどまだ明るいブリュッセルの夜も盛り上がってんね。グランプラス来たら何やらイベントやってました。観客席作ってた理由はこれなんだ。何やら馬に乗った方や太鼓を叩いてる方がいますね。詳細はよく分かりませんが一つ言えることは夜のグランプラスも美しい。幻想的になったけど俺の身長じゃ見えないので帰ります。本日も気持ちよく酔いまして家宿に帰ってきました。明日もブリュッセルで一日ゆっくりお休みなさい。溜まった洗濯物をコインランドリーで洗濯、1回6ユーロ。続いて乾燥機、1回3ユーロ。1回じゃ乾かなかったので今度はモード変えてもう1回3ユーロ。一部湿っぽいけど無事乾燥も終わりました。洗濯終わったし腹減ったので昼飯食いに行こう。今日はこちらのケバブハウス行ってみよう。でっかいビーフラップ的なやつを頼んで6ユーロ。Google の口コミ 4.5 だったんだけど具沢山でうまいわ。野菜もたくさん取れるのがまた嬉しいよね。飲み物は初めて飲む炭酸のリプトンアイスティー。炭酸のアイスティーは初めて飲んだ。味はまあまあかな。食後のデザートにワッフルファクトリー行ってみよう。昨日はブリュッセル風だったので今日はリエージュ風ワッフルチョコレートトッピング。焼けたってアップロープ。リエージュ風はブリュッセルと違ってもちもちふわふわなんだね。とにかく熱々でチョコレートが濃厚でうまい。イベントの観客席が取り除かれて今日は広々としたグランプラスに戻ってます。今日はゆっくりデーなので世界一美しい広場のスタバでコーヒー飲みます。アイスアメリカーノグランデ。
世界一美しい広場を見ながらの編集とは優雅だね。腹減った、夕飯食いに行こう。 Google マップで評価が高かったニュートニーゲノ来たらちょっと外で人待ってんね。さっきの店待つ間、ションベン小僧の近くの店でちょっと飲みますか。多分これ全部ビール、すごい量、全然読めません。ヒューガルデン飲んでなかったねってことで、一杯目ヒューガルデンホワイト。ションベン小僧がちらっと見えるテラス席で飲んでます。プレッツェルがおまけでついてきた。柑橘系の爽やかな味で飲みやすいよね。スイスイ飲める。ヒューガルデン飲み干したけど、まだプレッツェルが残ってるので2杯目は、知らなかったけど結構有名なビールだというデュベル。フルーティーで爽やか、結構飲みやすいんだけど気をつけなはれ。なんとアルコール 8.5% あります。9時過ぎてるのにまだまだ明るいヨーロッパのテラス、最高だぜ。さっき行こうとした店はタイミング的に一人じゃ入れなかったので別の店探します。この辺りのエリアは初めて来たけど、広々としたテラスが広がっててまた賑やかだね。フィンデスイークル、Google マップ的にはここも評価高いんだけど混んでるね。入れんのかな。列に並んで待ってってことで3組目かなで待ちたいと思います。ベルギーの人気ビール、シメイビールのブルー330ミリを頼みました。ダークビールだということです。ダークビールの中でも結構香りとコク強いと思う。ガツンとくるよ。そしてアルコールはこれなんと 9% です。テラスは満席だったので落ち着いた雰囲気の店内で飲んでます。メニューは黒板に書いてあるスタイル、ただ読めないので店員さんに説明してもらいました。店員さんにお勧めされてベルギーのトラディショナルフードというラビットを頼みました。これが人生初のウサギか。大量のマッシュポテトとともにいただきます。店員さんにはチキンっぽいって聞いてたんだけど本当にその通り、すごいあっさり淡白で臭み全くない。見た目濃いめのソースもどちらかといえばあっさりで、なんかチキンブイヨンスープみたいな、とにかく鶏肉切ってるみたい、うまいよ。めちゃくちゃ滑らか、うめえぜ。今日軽く飲んで終わるはずだったんだけど気づいたら4杯目ゼナビール。これまた柑橘系の香りがする爽やかで飲みやすいビール。柑橘系の皮のビターさを少し感じるね。骨あって大変だけど大体全部食べきったかな。うまかった、ごちそうさまでした。先ほどの店会計終わって出てきましたが、夜のブリュッセルにぎわってるね。酔っ払って油断してると突っ込んじゃいそうな段差のほとんどない池。最後に夜のグランプラス見に来たらたくさんの人がいます。みんな楽しそうだな。やっぱりヨーロッパの街並みは夜が一番綺麗だよね。すんげー気持ちいい状態で最後に素晴らしいグランプラスを見たので宿へ帰りましょう。とても気持ちよーく宿に帰ってきました。明日はアムステルダムに移動、おやすみなさい。おはようございます。よく寝れた。これからアムステルダムなので駅まで歩きます。ブリュッセル MIDI 駅、南駅ですね。到着、駅前は朝市みたいなのやってますね。想像をはるかに超える大規模なマーケットで駅の入り口まで着くの大変でした。中に入ったら MIDI 駅でか、
早めに乗り場探さないとやばいな。10時44分発アムステルダム行きは16番ホーム。乗り場は確認したのでプレタマンジェで朝飯買ってきます。アムステルダム行きこれですね。乗り込んでいく。2列2列の座席のシンプルな車内、固めのしっかりした座り心地、デカめのテーブルついてるの嬉しいね。ブリュッセル南駅を出発。バイバイブリュッセル。たくさん人乗ってきてめちゃくちゃ賑やか。そして買ってきたサラダは安定の縦入れクオリティ。健康に気をつけて今日はイタリアンシーザーサラダ食いたいと思います。マンチュビオリーブオイルです。サラダのお供はカフェアメリカーノ。あーうまかった。やっぱ定期的に野菜食うの大事だわ。のどかな街だなと思ってたらめっちゃ頑張ってチャリこいでる人がいる。アントウェルペンという結構大きな街まで来ました。もう間もなくオランダ入国。たった今国境を越えた模様。6カ国目、オランダ入国。リアル世界の車窓からオランダの田園風景がしばらく続きます。オランダ第二の都市ロッテルダムまで来ました。あと30分ぐらい。うおオランダ名物の風車マジで回っとる。アムステルダムに入り一気に大都会になりました。6カ国目オランダアムステルダムに到着。今回はここまで。ブリュッセルからチャンネル登録よろしくね。それではまた次回会いましょう。